こんにちは。後期2677年平成29年10月11日草加おかみさん会つなぎます。えい、今日は第35回目を迎えました。今日も足立区千住クロスからの配信です。この番組は生放送で世界配信させていただいております。約50分どうぞよろしくお願いいたします。それでは総合司会の草加おかみさん会、尾身寺貴子会長よりご挨拶いただきたいと思います。尾身寺会長、よろしくお願いいたします。はい、尾身寺貴子です。先月はちょっと体調を崩してお休みさせていただきました。もう今日はなんとかなんとかここから配信したいことがあるので、車椅子で今日こうやって来らせていただきました。どうぞ皆さんよろしくお願いします。続いて草加おかみさん会副会長の深津弘子さん、お願いします。
皆さんこんにちは、深津ひろ子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私、越谷おかみさん会会長の伊藤恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のテーマは福島県の須賀川を語るです。尾身寺会長お願いいたします。はい、今日は本当に須賀川2013年の3月10日のことのこの、イベントっていうのかな、させていただいたのをこの、今日こうやってオープニングに流させていただきました。今日はふるさと創生日本おかみさん会会長としてこうやってこの場所に出させていただいて、深津ひろ子さんは副会長として、伊藤恵子さんは越谷でこうふるさと創生を立ち上げる決意をしたこの3人の仲間で、本当に心を改めてふるさと創生日本おかみさん会っていうことを語られる3人で今日は語っていきたいと思います。それは本当にその須賀川というところをこう、イベントをさせていただいて、その12年前その、石川県のところに、イベントっていうのかな、神事があるときに行きました。鳥の月の鳥の日の鳥の時間に珠洲市の神事に行かせてもらったんですね。その時にまさかそれが分かって行ったわけでなく、その神事を、あるからって漫画家の三内鈴江先生にお誘いを受けて行きました。それが今のこのご縁になって、のその時に何て言うんですか、一緒に参加した人が高菜さんっていう方と愛のことのお話をして、まさかまさかというのが今日この愛のことに話があります。その愛のことのその時にオランダに11月に、石川県の高菜さんは愛のことを紙芝居を持って、紙芝居にしてその思いを、日本の伝統文化をオランダに行くんですね、そしたらそのオランダがあった時に会って、そのオランダの話をした時にオランダを学びなさいって聞こえてきたので、もしかしてって思ったのが、その、なんていうんですか、あそこにイベントやりましたよね、その、須賀川の岩瀬牧場にやりましたよね、その時の岩瀬牧場にやって鐘が鳴って鐘を鳴らしました、そしてそのことがって思ったんですね。でオランダを学べ、やっぱりそうだと、愛のことは、二股の大根が土の下に潜ってるのが、それを表に出す、その出る時代、その時代にそのふるさと創生日本おかみさん会は本当にご縁をいただいて、今こうやって今日出てくるまでです。もう本当に丸三角四角のこともそう、すべてその今までやってきたことを、尾身寺貴子は本当にこの足立区から、発信したかった、これは今日だ、この間はそういうのではなかったんですよ、今日これを配信したかった、それは今日そうですよね、深津さん来る時に、オランダとそのオランダの話をこうなんだって言ったら、大隈力さんがそうだよって、尾身寺さんにオランダをの兵隊さんのために供養してと言って、浅草の、その隅田川にお団子を流しに行ったんだよって、なんだかわからないけどきっとそれが答えが出ると思ったと言われて、昨日その丸三角四角がまだ完成できない、そのことに昨夜も悔しくて
その話をしてました。そして今来る時に、うん、こういう話になったからとにかく出してくれと言いました。そしたら太平洋戦争とありましたよね、うん、その太平洋戦争のことがあって、それは本当にこれはあの、うん、須賀川のキュウリは日本一、そのご縁を、不思議な不思議なご縁、この不思議なご縁っていうのはあの天満天平さん、倉木真さんのお父さん、その人と出会って、その人と出会ってまたその、うん、仲間と出会った時にあの須賀川に行ったら、それこそ十何年前に映画を一緒にやったその、うん、なんていうんですか、ビデオっていうの、うん、あれがほらなんか倉庫のとこにあったって話しましたよね、うんはい、そこ、うん、お茶お事務所に、選挙事務所に行った時に、うん、もう飛び上がったようにして監督さんが行ったから、なんだと思ったら僕のだって言って、うん、古いのをこのガラス越しに見えた。でそれはその県会議員の先生のお兄さんとつながってたんですね。で本当にそういうことの不思議さを、うん、今ここでこうやって話をしたら、本当にこんなこともあるんだと、本当御寺貴子は今日はこの足立区から、ここの千住クロスから、ここから発信したかった。それは須賀川の人たちがここに東北をこうやってるんですね。本当にその日本一のキュウリを、その県会議員の人がなすとキュウリを、もう須賀川のキュウリって言ったら日本一、それを本当に千本をあれして浅草でやりましたね。その浅草でやらせてもらいました。本当にそれは山あり谷あり、いろんなことはありましたよね。それこそ御寺貴子はというので、もういっぱい責められて責められていましたよね。責められて昨日の昨日までですよね、あったんです。でも御寺貴子は本当に何が何だかわからないけど、自分でない自分がいるっていうことをこれは述べなければいけない。本当にその須賀川の日本一、その須賀川がオランダの鐘、うん、あれがやっぱりその、うん、その殿様、この岸和田の殿様がとか明治天皇様があそこを通った、その言われのある牧場、うん、ホルスタインっていうの、はい、牛だ、はい、それをやり取りして、それで、うん、と何か、うんとうん、オランダの鐘をもらったと。で韓国は農業を教えに行ってたと、そのそういういきさつで、それをこのだからこの韓国の何だっけ、あのこの花が不要、うん、その花があの韓国の花で、ね、韓国の花、こういうことをやったんですよ。やらせてもらったんですよ。みんな一つずつやれたんですよ。その、うん、あのなんていうんですか、あのあれを韓国のあのあれあの方、今や大統領の女性の大統領の時に、うん、あのおかみさん会、富永照子会長と一緒にここの場所に行きました。でその桜の、うん、並木を歩きました。そういうこともみんな行動したから言えるんですよ。それが本当に足立区のここからこうやってやれる、本当にもうこれから先どうやっていくんだろうと、この鐘がこのオランダの鐘を鳴らしました。須賀川の方に連絡をしました。そして今日フェイスブックに長崎の話が出たんです。そして昨日は10月10日、それは、うん、なんか不思議を感じていたら、
それも石森学さんという方ですか、その人が毎日フェイスブックにあの学びを教えてくれるのをもう本当に真剣にあの学んでます。でその方がそのえって今日は何の日っていうところを見た時に、今日は、うん、なんだあの日蓮聖人があの、うん、なんかあの流されてしまう佐渡に流されたところで、えって、そして、うん、とそれはあの領寒でも寒が違うんですよ、見るという字の。そういうことも全部御身寺貴子はええっていうことがあったんです。で昨日おととい滝の白鳥を、うん、あの、はい、なんて言うんですか、あの活弁の、はい、あの麻生八田先生の活弁を3回目でした、滝の白鳥、うん、ね、やっぱりもっともっとね、もっともっと勉強しないとダメなんですよ、ね、やっぱりそういうことを、うん、言った時にえって2回見た時は全然そんなのなかったの、うん、それが柏崎直江津っていうところが出てくるんですよ、富山だと、うん、えって滝の白糸に2回見た時はそんなの感動なかったの、うん、そしたらそれが、うん、直江津だの、うん、柏崎だの出てくる、うん、これ新潟だって何なんだろう滝の白糸っていうののということも、もういつも御身寺貴子は、うん、なんでどうしてっていうのが今日だから、本当にそういうことがあったりこういうことがあったりとかあって、本当あのこの須賀川にこのイベントをやれたのは倉木舞さんのお父さん天馬天平さんと出会ったからなんです。本当にこのことを喧嘩もします、喧嘩もしました、やっぱり理解できないから、もう伊藤さんとも深津さんともみんな喧嘩しますよ、喧嘩じゃないのね、喧嘩じゃないの、一瞬理解できないからね、あの御身寺貴子も自分の頭を理解できないの。でも、うん、やらなければいけないことはやっていかなければいけないっていう今までの自分との戦いでした。今日は深津さん、この今日の今出てくる時のオランダのその戦争の話どう思いました、はい、びっくりしました。だってあのここのところで愛のことを、うん、あの去年の、はい、あの暮れにそういうことをやらせていただいて、はい、それでそれこそ12年前のお話から、うん、今回やらせていただくようになって、うん、その後にそのね、この紙芝居がオランダに行くっていう話になったら、うん、途端に御身寺さんにもちろん学べということは伝わってきたっていうけれども、そうするとやってきたことがこんな風につながって、うん、それで大隈さんがご供養させてもらったっていうことも、うん、今日ね御身寺さんから伺って、うん、でも大隈さんはきっと何かが後で分かると思ってやったっていうことが今朝、うん、あの来る時に分かったっていうことで、やっぱりそれをね、うん、この間大隈さんと本当は、うん、その宮司さんがね、あの宮司さんと紙芝居をオランダに行く紙芝居をその神社でやるのを本当は行きたかった、でも、うん、具合が悪くて行かれなかった で、ね、うん、で大隈さんは行った、なんでこんなとさっぷけなところになんでだろうと、何か意味があって、うん、来てるんだなと思って行ったって、そのオランダに行く紙芝居を見てるんですよ、で、ね、そしてそれはなんでその、うん、と宮司さんとご縁があったかって言ったら浦安の舞を教えてんですよ、ね、そういうことがで大隈さんにその浦安の舞の、 あの歌っていうのかな、あれを大隈さんの声でやってもらいたいっていうのが、大隈さん習ってよ習ってよって言って、だから千葉の浦安も行きたかった。で浦安の前は何があるって、うん、そういう日本の歴史をね、今御身寺貴子は伝統文化ね、うん、今の
このね、うん、わー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 騒いでるのも、うん、大切かもしれない。でも今こうやって生かされてるのが過去があったからね、現在があるから未来に語る。それは本当にその丸三角四角をどうしても完成しないと御寺貴子は命とかかって戦ってます、はい、今日も来る時に言いました、はい、うん、そしてこの戦争のこのあれをしたら昭和16年の12月の18日の出来事、それがオランダとの戦いで、そういうことをね本当に必要なんですよ、次の時代にやっていくのには。御寺貴子はもう75だからもう、うん、でもその役目を次の時代の人に伝えていかなければいけない。そのためにふるさと創生日本おかみさん、こんなすごい名前がないんですよ、ね、商店街とまた違うんですよ。そのふるさと創生を語られる我々ね、うん、ガチャにしてもね、伊藤さんにしても会長というその責任は、その語られるね勉強をしなかったら、うん、ふるさと創生っていうのはこれから、だからそれは、うん、やれるから与えられたんだと思う。でもそれは自分で努力しないと、勉強しないと、自分の頭ではダメなの、はい、やっぱり人の話を聞くっていうことを、ね、うん、やっていかなければ、はい、もう今日来る時の、うん、ね、うん、とインターネットを出してくれた、うん、で、うん、うん、今ここでこうやってきっとみんな見てくれてると思う、見て、うん、と思う、うん、それを御寺貴子の、うん、石森学さんでしたっけ、はい、あの人のコメン、はい、に対するコメント、ね、長崎を見たって、長崎の話をしてきたんです、うん、コメントに出したの、うん、そしたら今、うん、そこで下で長崎だって書いてあった、びっくりした、うん、長崎で、うん、ね、そうでありましたよね、はい、だから捕虜になった人が長崎に捕虜として送られて、そこで原爆に遭ってるんです。だから大隈さんにその獄養をするということやなんかにもつながってたんだなっていうことを思ったら、なんかすごいびっくりしました。それぐらい、うん、そのね、須賀川、うん、ね、福島の須賀川、うん、そういうところに思いがあるんですよ、はい、でその頃には、うん、だから今度岸和田ともつながるんですよ、うん、岸和田の殿様がそこ行ってその岩瀬牧場をやった、うん、はい、ね、金が鳴った、そこに我々やった、はい、そしたら、うん、今日石田さんね、うん、三崎浩二さんですね、はい、歌ってくれた、はい、そしたらえって思ったのが、またフェイスブックに載ってた、うん、ね、うん、なんだあの人の先祖、上杉謙信の刀時市で須賀川行ってるんですよ、ね、そういうことを、ね、やってきてるのよ、やらされてるのよ、ね、それを本当に御寺貴子はだからいろんなことがあっていろんな思いがあるから本当に御寺貴子は、うん、みんなとの出会いを一つ一つ大事にしてます、うん、本当に感謝してる、うん、だけどそれをね、昨日は本当にそのことを勝さんに話しました、ね、でも御寺貴子は、うん、やっぱり人間だからそうと思って腹立つ時もね、深津さんもそうだ、でももう何も言えなくなりましたよね、はい、今日のこのオランダ本当にね、うん、もう見えない世界のこのことが、はい、うん、こうやってやってることが、だから今御寺貴子はこういうことをやって、そしてオランダに行く
ね、高菜さんにこういうのも話にして、それで高菜さんにオランダの人と仲良くなってねって、オランダの人とこうやろうねって、うん、もうみんな昔昔今度丸三角四角を整えて10月28日にね、あそこに田代島に行くのは、それはその404年前のこと、はい、そして昨日は10月10日、はい、746年前の話ですよ。そういう話を語れる、ね、ふるさと創生日本おかみさん会の次の時代ですよ、ね、しっかりこれを、ね、福島にいてもそういうことも、ね、そういうことを学ばなかったらまだいろんなことが起きるんですよ、起きるの。だからみんなとの出会いは、ね、今度は、うん、あれでしょ、10月13日は、はいね、はい、日蓮上人の、はい、亡くなりになった日、そうです、ね、これにも、うん、尾身寺貴子は行動したから、うん、分かるんですよ。そうです、ね、行動してたから、うんね、体験したから語られるの、うんね、そういうのを本当にガッツさん思い出すよね、あの足立区でイベントあった時に、あ、はいはい、あの足で立つんだ足で立つんだって、うん、尾身寺さんつってトイレから一人の人が泣いて出てきたの、ね、はい、なんでだ足で立つんだって何言ってんだろうと思ったら、うちは今日だったんです、須賀川です。そしてね、尾身寺貴子を作詞作曲作曲編曲前川雅人さん、これは本当に世界にこのオランダにまでこれを出します。それは須賀川です。そしてそれは須賀川のキュウリ日本一、キュウリのその爪という字と違ってウリっていう字ね、あれを全部調べるとみんなツタツルなんですよ、ツルね、キュウリもツルなんです。キュウリなんか特に古い月って呼吸、はいはい、そうね、そういう古い月って書く、はい、ね、うん、本当にこういうことを字の、うんうん、大切さ、うん、こういうことも、はい、もう、うん、次にあのまたねコマーシャル入って、うん、あれしたらぜひあの、はい、深津さんや伊藤さん、うん、そのね、うん、全般は尾身寺貴子を語りました、その責任あるんだからこれからのあれをしっかりとね言えるようになってもらわなかったら、うん、ふるさと創生日本おかみさん会は本当に尾身寺貴子は創価からしっかりとやっていきますので、来年のあれもあのね、はい、来年の西郷隆盛さんのイベントも、はいはい、それも引き受けてさせる、やるんですから、それをしっかりやっていきたいと思います。はい、はいはいはい、じゃあそれではここでコマーシャルです。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび、何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって、一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく包んでく。それでは後半も語っていきたいと思います。尾身寺会長よろしくお願いいたします。はい、じゃあ深津寛子さん、はい、そのね昨日と今日の出来事、はい、それをあの、はい、深津寛子、はい、うん、そのまた寛子ね、はい、あのまあ、深津に来たでも、はい、うん、横田のことを
ちょっとその自分の結婚前と結婚後ということだとか少し語ってみてください。はい、はい、私昨日とにかくまずすっごい驚いたことがあって、うん、もう夜7時過ぎに尾身寺さんから電話をいただいた時に、うん、尾身寺さんは今月の21日の日に、はい、皇居の雅楽の雅楽のコンサートみたいな、うん、なんて言うんでしょうね、皇居の主催の、うん、そういうことに、うん、ご招待を受けているっていうことですごいことだなっていうふうに思って、うん、なんか人ごとに思っていました、うん、もうすごいね、尾身寺さんはそういうところにもね、うん、お誘いを受けるっていうこともすごいなと思っていて、人ごとのように思っていたところが、うん、昨日尾身寺さんから伝えてもらったのが、深津さんも行けることになったんだよっていう風に、はい、私はなんだか本当にその時になんかよく目が点になるとかなんかちょっと震えがきました、うん、はい、それで私がなんでって、うん、なんで私がそんなところに行かせていただけるのっていうことを、はい、尾身寺さんに、そんなじゃない、うん、それでこういうようなところにだよ、そんなでだよね、そうですね、うん、もう本当にもうそのようなところに私がなんで行かせてもらえるのかっていうので、うん、もうちょっと本当に震えが来たんですけれども、うん、尾身寺さんの話ではやっぱり私亡くなった姪っ子、はい、そういうその亡くなった姪っ子が、うん、なんだっけ、うん、法華経、法華経を学んでっていうことを伝えてもらっていた時に、うん、私はもう本当に尾身寺さんがそういう現世で今日来ようと思ってもそういう、うん、見えない世界からそうやって、はい、それだけのお役を、はい、与えてもらっているっていうことに、なんかもう本当に昨日はなんかもっともっと心しなきゃいけないっていうのを初めて、うん、伊藤さんからも、うん、深津さんは深いお役があるんだから、うん、もうちょっといろんなことを考えてみてっていうことも言われていたけど、うん、私本当にそういうのがちょっと疎いあれだったんですけれども、昨日のその話を聞いた時に、あ、やっぱりそれで横田 の、 私旧姓横田、その母も何かこう心配事があると、うん、こう何か尾身寺さんに伝えてきてくれてるとかっていうのが今までにもあったんですけれども、私は昨日っていう昨日ほど、うん、まあ、何かあった時にいつもそういう言葉は出るかもしれないんですけども、何か私本当にすごいお役目を与えていただけるてることに、それと今日を朝この出掛けのこういうのを見てきた時に、よく参考料理このね、おかみさん会の仲間と過去があって現在そして未来にっていうことやなんかをなんか言葉がいっぱい飛び交ってても、私疎いからそういうのも言葉として受け止めてるだけで、でもなんか今日出てくる時に本当になんか過去があって現在があって未来があるっていうこと、未来につなげていかなきゃならないっていうことをなんか初めて、ね、いや勝さん、その前に落合言ったよね、勝さんって本当はそうやって話が来たんだけど、うん、かなんかタカタカタカタ言う勝さんはなんか推薦できないと、うん、尾身寺さんを嫌いだって、うん、ね、うん、言ってんだから、うん、絶対に勝さんを推薦なんかするもんかって大隈さんに言ったんですよ、はい、ね、はい、したら、うん、違うのよ、聞こえてきたのが、だから勝さんってうちね、尾身寺貴子はこうやって言われてもこうだって言われたらそれに従わないはないのよって、うん、そう勝さんばなんて推薦するもんかってもうまるっきりなかった、うん、そしたらそうじゃない、そのための行だろうって束ねるということを、ね、その相撲の土俵のそれ言ったじゃん、うん、束ねるということをの役をだから行を捨てるんだというふうにね、話今日したよね、はい、聞きましたね、そ、ね、はい、したら尾身寺貴子はくそと思ったって聞こえてきたらそのようにしないばないの、分かったって、なんかもう全然だからその通りで、うん、だから
え、私3人なんて言ったって言ったら言ったって言うのよ。ってこの、ね、ものすごいことなのよ、うん、はい、天皇陛下 の、 あの行事は一つ一つ最後になってくるのよ。そうですよ ね、その時に、うん、ね、そういうと、そういう風に生かしてもらえる、はい、ね、もう今度はここで宣言したんだから足立区で、うん、もうね、もう勝さん分かっただろうって、はい、昨日言ったら今度ここへ入り口でだよ ね、うん、来る時にこの資料をもらってきたの、はいはい、で下で紅茶を飲んでて、うん、そうそう、ちょっと読んでって言ったらオランダだったの、うん、ね、戦争でつながってるんだから ね、 そうです ね、 そう、はい、ね、だからもう見えない世界のもうことは、いや来る時にその長崎に行った、そこへ行ったら夜になったというのをなんかお煎じになってメールを、ね、じゃあなんていう の、 あの返信っていうの、はい、あれに出したの、そしたら長崎って書いてあったんだもんね。そうですね、びっくりしました、うん、そういうことが、うん、もう毎日あのおみでらさんがお話をしてしてくれた、うん、してくれてることが必ずそのフェイスブックに出てるっていうのは、ね、そう、これすっごい不思議なことで、うん、何かだから、うん、頭いいわけでないんだから、うん、みんな、ね、私も頭悪いから、うん、人様の教えを本当にそういう姿になるから体がねダメになるんだと、うん、あの、うん、怒られてるじゃん、はい、ね、うん、そういう姿でフェイスブックを見たりやるから、うん、お水寺さんの背中は腰がそうなるんだと、うん、すごく注意されてる。もうそれでも勉強したいの、教えてもらいたいの。自分の程度は低いから、もっともっと言いたいことを言うと返ってくるから、うん、本当にそのことが今日こうやって足立っていうのは足っていうのは樽を知る、はい、樽を知ることなの、はいはい、足元なのよ、はい、これをね本当に学ばないばね、もう何言おうと、うん、これから何言おうと、え、勝さん北千住でこうやって宣言したよねって言えるのはすごく嬉しいです。はい、伊藤さんどうですか。あのなんか深津さんのお話も、そして今そのミデラさんのこれまでの話を伺っていて、うん、あの正直私も本当にあの深くないので勉強も足りないし、その一つ一つのことの受け止め方、自分の受け止め方も、ま、あの気づき方も足りない、足りないということが分からないで、やってみて足りないと気づかされてのこれまでで、うん、だからもう本当におみでさんが今どんな本当に体の方がどうであっても学びたいとおっしゃった、その気持ちがやっぱり私に今本当にあるのかなと。そしてでもそれをしていて、それこそそのふるさとの創生ってなると、ふるさとを創生っていう言葉の重さですか、今そこまで深く考えなかったですけど、でも本当に、ね、ふるさと創生日本なのよ、ね、日本から、ね、から、はい、その越谷なり草加なのよ、はい、そうですね、地方創生であるの、そうです、ね、こんなすごいことをやらしてもらっているっていうことに、そうですね、その言葉だから、お御寺さんが語れる、会長と語れるということの学びだって、あのと磨きだっていただいたこともあったんです、メールを。でだから結局それを語らせてもらう自分ってことは、そこの日本でありふるさとであり、それを創生していけるっていう自分になる、そういうふうに語れる自分の学びって、その本当に半端なことじゃないですよね。だから、はい、Facebook だの、はい、インターネットのこういう番組がいかに大事かということなのよ、はい、ね、うん、神は光、はい、光はね、はい、もうこう、もうパッと世界に広がるんじゃない、はい、ね、だから、うん、御水田貴子は日本の
その伝統文化を語ってるの、はい、だからね、見てる人にはいろんなことを、うん、言われるよ、ね、言われる、ね、だから本当に尾身寺さんはって言ってくれる人もいる。これは尾身寺貴子は、うんね、そのふるさと創生日本おかみさん会、この深い意味合いをしっかりと、はいね、それは私にできるのって、うん、私にできるのってもう走ったんだから、入ったんだからするしかないじゃん、学ぶしかないのよ、はい、自分の程度はもう本当に、はい、本当に本当に小さいのよ、はい、だから人の話だとか、はい、この本は何でなの、はい、どうしてなのっていつも疑問を持った、うん、だからたまたま、うん、行った時に尾身寺さんこう、うん、こうやってお参りするってはいさせてくださいって言ったんだよね、うん、そしたら樽を知るって樽ってなんだってそういう本当に知らないんだからそのことがどんどんそれで今まで、うん、今日まで、うん、お店の貴子は気がつかなかった、うん、ね、うん、そしたら樽を知るっていうのはねいっぱいフェイスブックに出してる、うん、ねお釈迦様の、はい、ね、うん、そういうことをだ樽ってここ足じゃ樽を知る、ね、足立の、ね、はい、ねはい、そういうことを本当に大御寺貴子は北千住今は東北に行ってるじゃな、はいはい、だからそれでその本当にね道さんそれぐらいね、はい、うん、人を人の上に立つっていうことは何倍も勉強しなればないんだっていうことを分かった。それは何で分かったかっていうと、はい、富永照子会長を分かった。寝る暇もなく世界に羽ばたいてる、はい、本当に大御寺貴子は二人の人を、うん、女性を女性だったら、はい、うん、富永照子さんと、うん、浦安の倫理の柳井光子さんを尊敬してます。はい、はい、皆さん一つね、あの本当に、うん、ここへ来て、ここへ来て、あの本当に大御寺さんの動き生かされ方、それが本当にすごいことなんだということで、あの古谷先生、うん、いらっしゃって、その法華経の学びということでいらっしゃって、それでそこでお話を伺わせてもらう、まあ、CD ですけど言葉を伺わせていただいたときに、本当に目の前に大御寺さん、本当本当にそういうあの方が学んでもそこにあのまだ行けないんだという方が大御寺さんのところにいらっしゃって学びに来たということを知った時に、私はその大御寺さんの生かされ方、生き方、学び方をそばであの経験させていただいているんだと、そのことが本当にすごいことだったんだって、いやすごいなっていうことを思っていたんですけど、そんなことないよ、文句ばっかりして、そうなんです、ちょっと聞いてください、七三で構えてるから、ね、いや急にまでなりました。でね、本当にぐるっと回ってくれてたんだよね、そうちょっとすいません、ちょっとねすいません、もう感極まっちゃってるんですけど、でも本当に今までだから大御寺さんと言って、いや本当させてもらいました、いやもうこれは本当にこれまでにない、誰今までに出会った人の中でここまで本音で本気で向かい合ってぶつかってくれた方はいないくらいにぶつからせていただきました。ただそのぶつかり方が私が足りなかったから、七三、ね、私七三なんだけど、でも本当にそのことがそれがあるからいいのよ、うん、ちょっとすいません、それがあるから、うん、あったからここまで来るの、うん、でそれがなかったらない、うん、でそれってそうだったんだって、そういうそれだけの大御寺さんだったんだ、そこのそばに私はご縁をいただいてたんだって知って気づかせてもらってから、足りませんが本当に気持ちの中で、はい、あのこれが、ね、本当にそれを思ってます。はい、ね、あの、うん、地獄だって、うん、ね、今地獄を見てるって、うん、地獄なんだってね、嘘をつかれ
なんか心にもないことはあれし、うん、海寺貴子は地獄だって、うんうん、本当に地獄だったの、ね、それをしたらあの蔵王の、うんはい、蔵王に蔵王釜だね、はい、お釜ですね、うん、それが、はい、Facebook に載ってたの、はい、それを見たら、はいはあ、そっかこれとね、うん、あの阿蘇山、はい、阿蘇山も硫黄がいっぱいある時に瑠璃色、うんはい、瑠璃色なの、うん、それはなんか乾燥透き通った時もあるんだよね阿蘇山だとか、うん、そのそれでそれがこう、うん、乾燥したっていうのかな、うん、そうすると黄色になるじゃん、はい、あの硫黄が、はい、あれがあのだから、うん、あのそのそれを見た時に、はあ、地獄の釜っていうのはここにでもちょっと待てよって阿蘇山っていうのはね、うん、阿蘇山っていうのは蘇るとこだ、ねはい、ほっそれで阿蘇街に旧暦の9月9日に歩いたなって、うんはい、去年だよね、はい、歩いたなってあ今年は旧暦の9月9日はうんあそこに、うんね、田代島の方に行くなって思った時に、うんはい、いやーすごいなーって、ね、それを丸三角四角も整えないでなんでいけるんだと、うん、一人の子の命を守りたい、はい、本当に守りたいと思ってるから、うんねうんはい、そのことをこうやった時にいやこれからもいいのよ文句あったってもう本当にでもそれは文句じゃないのよ、うん、なんでなのだから、うんうん、富永照子会長にも、はい、かあもう、うん、もうわわおち海寺さんぐらいだよで会富永照子会長に、ねうん、そんなガタガタ言うなら来年神さんがやればいいじゃないってあの場所で怒鳴ったんだもんね。だからそれはもういっぱい一生懸命やってるから言えるのよ。でも何分後はもう忘れちゃってるのよ、ね、だからそれだから本当に海寺貴子は富永あの照子会長を尊敬してます、うんはいね、人が何と言おうと何しようと、はい、海寺貴子は尊敬してます、うんはいね、それであの人のもう動きは、うん、本当に後ろにも目があるような、うん、耳は前と後ろにくっついてるような、うん、本当にあの方の生き方、はい、よかったと今思ってるのは、うん尾身寺貴子怒らなくなったの腰が悪いから今は深津さんと、ねね、あんたが一番悪いのよって言われたんだよね、はい、もうみんな怒られてるの、うんはい、あこれはよかった、うん、うちは腰が悪いから怒られないやっていうふうに、うんはい、でも、うん、そんなふうに語ってますの で、ねはいはい、これからも本当にこの、はい足立区のここから毎月、はいね、いろんなことを来月はどんな風に語るかわからない、はい、そういうことです、はいはい、どうもありがとうございました、はい次回は来月の11月8日の水曜日です、ここで告知です、10月の12日明日草加西口の、物産観光あの情報センターで東北支援の販売をします。そして10月の15日荒川区の原公園にて14日ごめんなさい、はいはい、14日の日にあの海寺貴子卒いる七福神が、11時から10あの17時の間に出演しますので、どうぞ皆さんお越しくださいませ。そしてまた、次回もどうぞご覧になってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。